しほにゃんの熊の天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は奥掛けを撮る写真家森武さんをご紹介したいと思います。森武さんは1957年三重県玉城町生まれ、大阪芸術大学卒業後フリーカメラマンとして独立、紀伊半島の風景を撮り始めました。子どもの頃は車が大好きでレーサーになりたいと思っていたそうです。レースを撮影するうちにカメラにはまり込んでしまったそうです。順調にカメラの仕事をいただいて生活できていたのですが、4年目に家を建てた直後にバブルの影響を受け、1年間仕事がなかったそうです。その時熊野を撮影され、熊野道という写真集を出版したそうです。私と森さんで祈り天空に満ちてという写真集と音楽で DVD や CD を出したことがあります。森さんは初めの頃、家族や子供を養うためどんな仕事でも受けていたそうです。スーパーのチラシの撮影を頼まれた時、女性の下着の撮影で下着の紐をどうするかとか困ったことがあったそうです。熊野古道はすべて歩いて撮影されておられましたが、大峰奥掛を歩いたことがなかったそうです。青岩渡寺の高木良栄さんとの出会いにより修験道を撮影を始めました。2008年から10年、パリ、東京、京都、伊勢で熊野修験写真展を開催されました。また2012年にキャノンのカレンダーの撮影に抜擢されました。私はこの月光の盾ヶ崎という森さんの写真に影響を受けて、月光の盾ヶ崎という曲を書きました。熊野古道の中でも三石さんの紹介にありましたが、一番激しく険しい奥掛という道を修験道の方を追って重たいカメラを担いで撮影されているのは本当に大変なことだと思います。それでは私のかける時という曲と森さんの修験道の写真をお楽しみください。
ありがとうございました。今日は奥掛けを撮る写真家、森武さんをご紹介しました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。